こんばんは、コニエと申します。今日はゼリーのパズルをやっていきたいと思います。ゼリーのパズルは単純なパズルゲームなんですが、その難易度が本当に難しすぎなので、頭のいい人にぜひやってみていただきたいゲームになってます。下にカラフルなゼリーがありますね。これらのゼリーは指でスライドさせると動かせます。同じ色のゼリーを全てくっつけるとクリアです。ゼリーは下に落ちることはあっても上にジャンプしたりはしません。ということでやっていきます。下の三本線を押すとくるくるってやり直しボタンになってます。青くっつけて、青は全部くっついたので OK。 次赤、これはどうしようかな。この緑の穴が何か嫌な感じなので、まず埋めちゃって、赤をくっつけて、青をくっつける。一番の課題は青をくっつけることだと思うので、この穴を青が青を赤くくっつけちゃって、青をすると、このまま一緒に動ければいいんですけど、赤を動かすと
ます。なので、二人で土台を作って、黄色をくっつけてあげる。あとは、くっつけてあげて、やりました。ここでいきます。また穴多いですね。やりました。